30歳前後の早川早川マサルは日本の柔道家、実業家。学生時代に旧世代六高校師範の金光屋一兵衛や同校柔道部員らと共に全三角絞りを開発したことで知られ、社会人となってからは三菱工業を経て日本経営者団体連盟専務理事を務めるなど実業家として活躍した。また兄、のも学生時代に 柔道選手として腕を鳴らし、後には王子制止にて専務取締役を務めている。東京府中野区に生まれ、4歳年長の兄、登ると同じ県立第一神戸中学校に進学して柔道を始めた。中学在学中には登が席を置いていた、金密や一兵率いる旧制第六高校柔道部の選手たちと共に全三角絞りを編み出し、 勝ちは第二本部特会兵庫支部主催の元1921年11月に開かれた兵庫県下中学柔道大会に首相として出場しこの技を駆使して優勝、その有効性を証明してみせた。中学卒業に際しては、旧制六高柔道部員の長野茂雄から熱心な勧誘を受けたほか、 同じく旧制六甲部員であった兄の小書団が1921年7月の全国高専大会にて相手方旧制第四、高校の里村落三二段との対象決戦に臨み、前人未到の2時間近くにも及ぶ、激闘の末に引き分けた試合を観客席で見ていた、勝ちは、兄貴しっかりやれ、決して負けるな、来年は、俺が六甲へ入って、きっと勝ってると声援を送っており、 この約束を果たすかのように勝は、旧制六校へと進学した。1922年に、旧制六校へ入学した勝は、同年に、武徳会本部が主催する、全国青年演舞大会で六花会選手として、出場、優勝を果たしたほか、22年から25年まで4年連続で、京都帝国大学主催の全国高専大会で、優勝を成し遂げた。 中でも特筆されるのは、1923年の第10回全国高専大会で、当時3段の勝ちは、中堅で出場し、対する旧制4校の東初段、村橋初段、小林翔平2段と立て続きに下して4人目の内藤雄二郎2段を相手に優優と引き分け、旧制6校が対象以下6人残しの対象を収めた、際の原動力として活躍した。 この勝利をもって、旧正六甲が、以後1929年に至るまで8連覇の、異業を成し遂げて全国にその名をとかせるための、土壌が築かれたといえる。神戸一中、旧正六甲と兄の昇ると同じ進路を歩んだ、勝ちだったが、卒業後は昇るが、九州帝国大学へと進んだのに対し勝ちは、京都帝国大学に進学した。大学時代には1926年の、 東京帝国大学との対抗試合へ出場した記録が残っている。磯貝はじめや長岡修一や金光や一米を生涯の死と仰ぎ、身長173センチメートル、体重78キログラムと決して大柄ではない、体格ながら立っては、払い腰や大外刈り、内股に長寿寝ては自身だが草案した全三角絞りの使い手として柔道界に、 数々の実績を残した。それでも価値は、柔道専門家としての道は歩まず、1928年に京都帝大を卒業後は、三菱工業に入社して、神戸市に住み、1944年からは、大日本産業法国会中央本部に席を置いた。この間、1929年5月の御大礼、記念天覧武道大会に、 広島代表の府県選手として出場し、一時予選リーグ戦は勝ち抜いたが二次予選リーグ戦で、竹戦学生の島崎やサテル四段に敗れて2位に止まり、決勝トーナメント先進出はならず。1930年11月に、加納次五郎の発案で、第1回全日本選手権大会が催されると、一般総年前期の部へ出場した勝ちだったが、二回戦で、 壮大のエース笠原岩を五段の左を外落ちに、苦敗をなめた。1931年5月に教師号を排除し、1934年の全日本選手権大会では、一般壮年後期の部へ出場したが、リアラズ初戦で、朝鮮の豪遊、リアラタ吉五段に敗れている。戦後は、日本石炭経営者協議会の専務理事を経て、 日本経営者団体連盟専務理事の重責を担うなど、財界人として活躍。組織づくりの名人と言われた価値はその傍らで、率先して戦後の柔道界の再興にも尽力し、1951年から全日本柔道連盟理事を務めたのを、はじめ全日本学生柔道連盟の理事長、会長、全日本実業柔道連盟理事長、日本武道館常任理事、 行動管理時といった養殖を歴任し、柔道を通じて、学生や社会人に対しての体育向上と精神教育を図った。1952年9月に、行動管護身法制定委員会が設けられた、際には、エビー・ゴーイチ役堂13らと共に、委員の一人に指名され行動管護身術の制定に尽力。これは4年後の1956年に完成している。 また、1973年夏頃からは、日本各地より選抜された青少年を対象として、規律ある生活と柔道の鍛錬等を図る場の創設を提唱し、横地春浦と共に1975年に、私塾、行動学者を、開設、勝ちは、その運営を行う日本柔道育英学会の、会長を務めた。柔道家としての卓越した技量とは裏腹に勝ち、自身が、 生徒たちに手取り足取り指導するということはあまりせずむしろ自分の後ろ姿を見せて育てるという教育方針で例えば柔道以外でも率先して履物を揃えたり伝統のスイッチを消したりと日常起居のしつけには特に気にかけていたという学者の運営も軌道に乗りかけ特に中学生に関しては全国制覇をも目指すまでになっていた1979年勝ちは 脳梗塞に倒れ2月5日午前6時に、不器の客となった。葬儀は2月20日に、青山葬儀所で営まれ、在会、柔道会を問わず多くの弔問客が訪れてその死を、悼んでいる。行動学者創設のために一緒に奔走した横地は、その死に際し、年少の熟成にとって、棺を担ぎ遺骨を拾うという強烈な体験は、何者にも変えがたい。 後ろ姿ではなかったか、熟成とともに、柔道の修行を通して、己を完成しよう保育することを、固く約束すると述べている。なお、勝ちの行動間での商談歴は1933年6月に6段、1941年4月に7段、そして1952年5月には8段を隠居、されるなど柔道専門家並みの商談スピードであり、 1959年5月に、兄の昇が八段に昇段した赤月には兄弟、揃っての八段となった。この記録は、慶応義塾で、中野昇蔵の教えを受けた、創世児の安倍大六、栄治兄弟や荒木流柔術免許改伝のクロス、春女を父に持つクロスサネヒコ、銀吾兄弟らと並び、長い行動間の歴史を振り返っても極めて稀な、快挙である。ありがとうございます。